あ、皆さんこんにちは。こんにちは。姉妹の時代ボル八回目。あ、合ってる。始まりました。八エイト。エイト。はい。よいしょ。はい。はい。関心なんだ、どうしたんですか。なんか珍しくさ、なんかワンピースね、これさ、このワンピースめちゃくちゃ懐かしくない？懐かしいし、なんどうしたんですか今日は。なんか急に、本当は白い T シャツにジーンズだったのね、直前まで。でそれでいいかななんて思ってたら、エリボンワンピース着てるなと思って。いや全然ワンピースっていうか、まあ、私はいつものごとくなんで、まあね、なんか急にあれエリボン何ノースリーブで行くの？って言ってから、いや、うん、まあとか言って、そしたら急に着てきたなんかドレッシーになってたからびっくりしたんだけど、私が今これインカメラで見て、あれって思って。でも似合うわこれは、ね、似合う似合う。昔韓国旅行に行った時に、韓国の、ね、そう友達と一緒に行った時に、韓国で1000円ぐらいだったの。待って、その値段の話は多いよね、うちらね。はい、ということで姉妹の時代8回目は、はい、こちらこちら、じゃじゃじゃーん、ハーゲンダッツ。これハーゲンダーツじゃないよね、ダッツ、ダッツだよね。の期間限定商品、イエーイ。ちなみにじゃーん、はい、たまにはね、贅沢なって言って歌ありましたね。たまにはバーゲンでって、バーゲンってちょっとなんかごまかしてね、バーゲンハーゲンかみたいな。買ってまいりました。はい、今日は秋セレクトで、そうなの、選んできてもらったところ、あのハーゲンダッツのサイトを見ると期間限定商品が何個かありまして、あった。で私本当はね、そうアーモンドミルクっていうのがいいかななんて言ったの。だからスーパー行ってアーモンドミルク探したんだけど、アーモンドミルクだけがなかった。売り切れじゃない？いやでも棚自体はな、もしかしたらなんかちょっとさ、時期、あ、もうちょっとだったのかな、わかんないけど、うん、まあでもね、実は白桃と迷ったのでしょ。分かった。いや白桃とあとね、パイナップルみたいなのもあったの。そう、あのね、私は白桃とアーモンドミルクを迷って、だけどエリバンは絶対ストロベリー食べたいの知ってるから、はい、期間限定イチゴのトリュフも買ってきました。本当のこと言うよ、私本当のこと、ちょっとごめんね、今から期間限定食べるけど、私はストロベリーが大好きだから、いやごめん、私も本音言うよ、うん、これから期間限定食べるけど、うん、秋マカダミアナッツ大好き。マカダミアナッツのパニラのハゲダッツ大好き。そうでしょ。まあ、でも、まあまあ、でもね、でもね、やっぱり期間限定っていうのがあるからこそ、あるからこそのやっぱり原点にも戻れるっていうことですから。でもさ、もう見た瞬間、クッキー、うん、あ、クッキーじゃない、コーヒークッキーサンデー、これでも秋でしょ、もう絶対秋でしょ。そう思った、絶対秋だなと思ったの。そうそうそう、だからエリボン、でもエリボンさ、コーヒー飲めなくても一口ぐらいな、軽くならいけるよね、うんうん、いける。じゃあいただきましょうよ、ね、みんなね、あの大体出会った頃の昔の曲が好きですって皆さんおっしゃりますけれどもね、やっぱりね、やっぱ期間限定とは言わないけど、新曲があってさ、あってさ、まあ、いっぱい出てきちゃうよ、溶けちゃうよ、食べましょう、はい、はい、食べます。あのね、ちょっとエリボンチね、あのちっちゃいスプーンがないんですよ。だからこれ1個あったの、これでもなんかさ、このスプーン何スプーンっていうのこれ。なんかちっちゃいスプーンがさ消えていくんだけど、うちから。なんで？だからこのスーちゃんに以前いただいたんです、これハヤブサ。あ、いいじゃないですか、ハヤブサのスプーン、これでちょっとじゃあいただきますんで。じゃあ、じゃあ白桃から、はい、よろしいですか。いきましょう。私イチゴでもいいんですけど、白桃でいい。これもいくんで、あのさ、このなんか溶けない、これ大丈夫、もうさっ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 。だから今ちょっとこう味のレビューをして、はい、レビューをしてね、あと残りは後でゆっくり食べるんで、そういう流れです。ちょっとあ、溶けてきてます。でもさ、ハゲンダッツでちょっとこう待つっていうのが大事って言ってた。何分か待つ。でもだいぶ溶けちゃってる。あ、溶けちゃってる。じゃあコッキーじゃない。何言ってんの。コーヒークッキーサンデー、まずはいただきます。どうぞどうぞ。エリボンもどうぞ。まずどうぞ。うん、うん、どうですか。間違いなし。間違いなす。間違いなす出ました。これちゃんと結構苦い、ちゃんとコーヒーっぽく苦い。
じゃあ私はあの白桃いただきます。今旬ですからね、はい、あのね、うん、フレッシュな桃。あ、そう、フレッシュな桃。ちょっと一口食べていい？もうこれは美味しいです。あら、あ、これはねやっぱり美味しいね。だからストロベリーと対等できるぐらいの美味しい、美味しさをちょっと誇ってますね、これ。いや、正直さ、このカップで200何十円だっけな、5、60円ぐらいするんですよ、うん、でしょ。で、量もまあ普通な、だけどやっぱし美味しいっすな。あのね、桃入ってるから、うん、果実が入ってるの。本当？入ってる入ってる、うん、ほら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 、うん、あ、てか溶けて見えない。ちなみにコーヒークッキーサンデーは見えるかな、すんごいこれクッキー入ってんの。めちゃめちゃ、ちょっとクッキーいってみる。カフェインちょっと、ちょっと大丈夫だけどね、うん、美味しい。でもどう、コーヒー飲めないけどこれだったらどう。美味しい、これね、コーヒーっていうかさ、うん、コーヒー牛乳じゃん。あ、そうそう、美味しい、美味しい、やっぱり。あ、これも美味しいわ。美味しいよね。またね、こう白桃食べて、うん、あの甘い状態でこれ入れると全くの苦味がすごく美味しい、うん、結構本当にクッキー多めで嬉しい。美味しいね。ちょっと1個不安材料言っていい？こんだけこれ溶けてんじゃん、うん、これぐじょぐじょになったら美味しくないから、あの美味しさが半減するから、ちょっと1回冷蔵庫入れませんか。これ冷凍庫入れるの？ええ、じゃあ今冷凍庫待ってる間1回ストップします。じゃあ1回ストップ。あ、しないで。しないで。くっちゃべってますか。あ、2分ぐらいでもいいと思います。じゃあ、うん、じゃあちょっとくっちゃべってて。でも食べちゃうんだきっとこれでしょ、うんうん、食べちゃおう。これも、もうこれも食べちゃう。今なんか溶けてるって。絶対溶けてる。じゃあアッキー一瞬いなくなるから、この溶け具合だよ。アッキーじゃあ一瞬いなくなるから、やっぱカリッといきたいじゃん。今2分ぐらいさ、ちょっと待っててね。泣けてねって書いて、可愛いですね妹は。うーん、うん、ただいま。すごい待った。ただいま、待たせちゃった。いや本当にこれ食べてみて、みんな。きっとみんなも、うん、ストロベリーが好きとか、うん、ハーゲンダッツといえばあれが好きみたいなきっとあるでしょ、うん、みんな何好きなんだろう。あるでしょ、みんなね。何が、何だろう、やっぱバニラがやっぱり基本のバニラだよみたいな方とか、うんうん、あのチョコの濃いやつとか、うんうん、ね、まあ抹茶とかもあった、うん、みんなどうですか、その期間限定とか結構行く、皆さん行くタイプですか。なんかさ、あれアイスもそうだけどさ、なんだっけ、スナック菓子、うんうんうん、なんか聞いたことあるのは、その期間限定味とか出すのは結局はそのド定番のものの売り上げを伸ばすためみたいな、うん、でもそれある。だってさ、例えば期間限定だって言ってさ買うじゃん、うんうん、あ、確かにこれも美味しいけど定番のが食べたくなるって思うじゃん、うんうん、それだよね。やっぱりあの、あ、新曲聞くじゃん、新曲もいいけど、あ、やっぱりあのエリモンっていうのの曲だよなとか。ね、うん、やっぱそういう風になったりするわけじゃない、うん、で結局最後もう一回その定番なところを食べたいなと思って買うよ。そう、だから二重に買わさるわけ。買わさる。買わさるやつ、ね、買わさる。美味しいな、やっぱりストロベリー買いたいって思うわけじゃん、うん、やっぱそこが期間限定の強みだよね。でもこの期間限定で、うん、がめちゃくちゃ好きってパターンもあるじゃん。例えば私で言うグラコロ、はい、マックの、ね、ある。でもさ、あれはさ、できれば年中出してほしいんだけれども、あの時期しか食べられないからまた貴重だってなるじゃん、ね、だと思う。そういうのあるね、うんうん、歌で言うと、歌で言うとクリスマスって言ったらさ、はい、ね、やっぱ輝くツリーが聞きたいとかってなるね、うん、カヤク釣りあの時期しか聴けない、うん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 、でも本当は僕一番好きな曲なんですとかね、うん、言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、うん、年中は聴けない。でもそう考えるとさ、ね、
日本って四季があるじゃない、春夏秋冬。そうそうそう。でも春夏秋冬がない国もやっぱりあるわけで、うんうんうん、まあだからってわけじゃないけど、まあ、四季があるっていいことですよね、うん、こう夏っぽいものも楽しめるし、秋っぽいもの、冬っぽいもの楽しめる。しかも私が思うのは、うん、私昔から思ったんだけど、うん、T シャツ着てた男子ね、T シャツからなんかちょっと羽織物をし始めて、うん、パーカーに変わった時、うんうん、あ、いいなって思う時ない？ほう、その心は？なんていうの、服がこう変わっていって、うん、なんかあーパーカーもいいなこの人みたいな風に思うことが、うん、パーカーだけじゃなくていいんですけど、あ、でも冬服になった時にまた冬服のこの人かっこいいなとか、例えば女子で言うと、まあ、冬はさ、うん、こう結構着込んでるけど、ね、夏になったらちょっと薄着になって、うん、なんかこうまたちょっと爽やかなね、うん、感じになるのがキュンと来たりするじゃない、はい、そういうやつ、うんうんうん、例えば好きな女優さんがね、すごい素敵な、壁終わっちゃうんだけど、あ、ごめんね、私全然遅いから、すごい素敵な衣装着てた時とか、うんうん、私で言うと大好きな宮崎あおいちゃんが、ただ君を愛しているっていう映画で、うん、あね、最後ね、あおいちゃん亡くなっちゃうんだけども、あのニューヨークの個展会場で、うん、彼女が自撮りしたっていうね、最後自撮りした、バンってこう自撮りしたっていう写真が残ってて、うん、もう彼女は亡くなっちゃうんだけど、うん、その彼が後で知ってニューヨークに来て知るんだけど、死んじゃったことをね、うん、でその会場で初めて見る大人になった彼女、うん、その時の彼女のもう輝いてる姿だったり、やもう衣装から何から、うん、ね、もう私はそれを忘れないわけですよ。何落としたんだっけ、えすごい、ハーゲンダッツから葵ちゃんのニューヨークの話だったよ、うん、そして結局何落としたんだっけだから、え、で四季があるって素晴らしいね、だってどうしたんだっけ、だから四季があるっていうのは素晴らしいっていうこと、あそこにいたっていうこと、ま、めちゃくちゃ溶けてきた時のこの溶けてきた汁が美味しい、うんうんうん、うーん、いや贅沢。私今日あまりにも楽しみすぎて、うん、ちゃんと紅茶まで用意したんだいや贅沢よ、やっぱりね、冷たいもの食べた時あったかいもの飲んだ方がいいよみんな、うんうんうん、これ絶対そうよ。秋もう完食しちゃったん、すごい。でも全然食べれるでしょ、まだまだ。え、食べれる。でも思う、このさ、あんまり大きくないじゃん、ハーゲンダッツって1個あたりは、うん、この大きさだとさ、でもこれがいいのかもよ、思わない？サーティワンアイスクリームだったらさ、ミニのサイズじゃない、うん、シングルよりちっちゃいかも。シングルよりちっちゃいよね、うんうん、でもこれがいいんだと思うよ、うんうん、やっぱりみんなダブルとか食べたくなるもんだよね、アイス、うん、いや美味しい、すごく、やっぱもう、いや贅沢しちゃった。普段さあんまりハーゲンダッツとかあんまりっていうか、うん、あんまりね、あのね、だよね、昔ね、うん、秋と私2人で旅行行ったんだな、あれ、わあ、めちゃくちゃ懐かしい、どこ行った時かちょっと忘れたんだけど、それはもう10年ぐらい前じゃん、もう10年ぐらい前、あの全然秋が OL さんやってる頃、会社員やってた時、そう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 、どっかの旅館行った時に、アッキーは旅館で売ってるハーゲンダッツ、あの旅館のホテル の自動販売機でよく売ってるじゃん、うん、それでアッキーが私の分のハーゲンダッツも買ってきてくれて、うんうん、ホテルで食べたことがあったの。あれ、え、なんで2人行ったんだね、だって年に1回ぐらい2人で旅行してたじゃん、あの時期、なんかね、パスツアーとかね、うん、あれ何だったんだろうねでも意外と楽しかったじゃん、そう、今思えばなんかさ、2人でバスツアー参加してさ、あの福島からさ、あの山形だっけ、桜の狩りしたじゃん、ね、それめちゃくちゃもうすごい前だけど、多分もう22、23とか4とかかも。でもそのハーゲンダッツの買ってもらった時はその旅じゃないよね、うん、違うと思うんだよね、違うね、結構さ、2人で行ってんのよ、そう、で、うん、その時にそう、アイス食べたのがすっごく美味しかったの、それが忘れられなくて、アッキが買ってくれたハーゲンダッツっていうのね、その時エリボンは多分ストロベリーで、あ、うん、私もストロベリーだったかな、かもしんない、もうね、い
妹だなと思ってね。そうでしょ。じゃあもうストロハーゲンダッツといえば、うん、あでもあのいろいろねこう差し入れとかでいただいたりとかも、そうなんです、もうたくさん、そうなの、ハーゲンダッツメモリーいろいろあるよね。メモリー、メモリーがメモリーがいろいろあるんですよ。結構期間限定でいただくこともあったし、そうね、うん、いやちょっと贅沢だけど、いや期間限定だからこれいつまでなのか分かんないけど、そのハーゲンダッツのサイトを見てて期間限定って出てたから、うん、これ今でしょと思って、あのカミングスーンって出てた、あ出てた、出てたでしょ。もしかしたらこの今放送の時にはまた変わってるかもし、変わっちゃってるかもしれない、わかんないけど、さっきのイチゴのなんとかってカミングスーンのやつじゃなかったっけな。あ、イチゴ、あってた、今もう一個、本当、もう売ってたってことだよね。もう売ってたの、うん、とりあえず期間限定って書いてるのを探してみて、うん、本当はね全部買いたかったんだけど、さすがにちょっと全部はね、そりゃそうだ。あ、エイボもこっちを探しましたね。ごちそうじゃない、まだ食べる。じゃあストロリー持ってくるね。ちょっと待ってて、よろしくよろしく、楽しみ。いやこのさ、冷たいものからの、あちなみにこの紅茶はノンカフェインです。うん、今妊娠してるのでノンカフェインがいいです。でもね、南のただいま待ったよ。はい、このくだりなんだ。あ、いいです、すごい冷えてます。このなんかさ、何クッキー型ってハーゲンダッツ私食べたことないよ。これ美味しいよ、私大好きだもんこの形の。食べたことある？ある。あ、そう、私ないの。ディズニーランドに行くとさ、こういうののミッキー型ない？ある。でミッキーのやつすっごい美味しくない？あれ400円ぐらいだっけ、500円ぐらいだっけ、あるよね、あれ大好きなんだよ。いちごのトリュフだって。いちごのトリュフ開けまーす。食べまーす。ひろひろりーん、すごい贅沢。ハーゲンダッツさ、こんな食べるなんていいのかな、ね、たまにはーはー、出ましたー。じゃーん、いいですよね、輝いてます。こちら側はどこからでも開けられます。あ、クリスピーサンドってやつだ。あだって、なるほど、さすがハーゲンダッツさん、開けるのがスムーズ。あ、なるほど。キリッとすごい綺麗になります。なるほど、さすがです。これいいんじゃないですか。これパリンといきましょう。パリンといきましょう。あ、はい、じゃあそれいいです。私、待って、ね、なんかちっちゃくない？ちっちゃくなっちゃった。いいです、私ちっちゃい方でいいです。私この食べれるかな。あ、待って、なんかこれあれサイドが、あ、どうぞどうぞ。あ、でもなんかいいよ、取って、行くのこれ。あ、だ、どうしようどうしよう、そのまま行っちゃって。うーん、いただきます。あ、やばい、わめちゃくちゃ美味しいやつだ。いただきます。うん、うん、これは、これはこれは、あ、なにこれ、なんかトリュフだもん、うん、上手に食べれなくて。ね、うん、美味しい。こぼしてしまいそうな予感が。この周りが固めのストロベリーのチョコで囲ってあるんです、うん、ここがね、ここが硬いストロベリーのチョコなんです。美味しい、本当に。ね、この、あ、ストロベリーの、私の大好きなストロベリーに、うん、この濃厚なチョコが入って、うん、そしてこのパリッと感がまたそこの、ね、囲われていて、うんうんうん、このパリッとの中にこの旨味が凝縮されてる感じが最高です。ただ一つね、あ、分かった、この外側がなぜチョコ固くしてるのか、うん、これ落ちないでやってんだよ。そう、でも若干溶けてたじゃん、最初に出してたから。これちょっと食べ方が難しい。あの、こんなにも、うん、収録前にごわちゃわちゃ時間かかっちゃったから、うん、でもすっごく美味しいです。うん、やっぱりストロベリーは間違いないよね。うん、
これはね、チョコ味、板チョコっていうかチョコ味も満喫できるね。そうね、やっぱこのサクサクもいいね。うん、クリスピーって普段食べないけど、おいしい。贅沢しちゃったね。めちゃくちゃ美味しい。これはコーツつけがたいです。ハーゲンダッツ最高。たまに食べ、たまにっていうかやっぱりね、贅沢かなと思って毎日は食べれないけどさ、もちろんこうたまに。あ、美味しい。贅沢したいもんだね。うん、エリコンどれが一番どうだった？でもいや、ちょっとそれはつけられないね。私はね、全部違ったけど、私初めてこのクリスピーサンド食べて、クリスピー美味しい。美味しいよ。だ、実は私毎回言ってたし、あっきり実はこれが一番好きだ。初めて食べた。美味しいでしょ。いや、もうこのタイプも、このタイプは今まで何度か食べたことあって、だけどびっくりした。クリスピー美味しい。美味しいね。値段も同じぐらいじゃん。同じぐらいかな。300円弱ぐらい。贅沢だけど美味しいでしゅ。さっきは今日の今日一ですか、いちごのトリュフは。あのね、こ、まずこのコーヒークッキーサンデーは、あの、だいたい想像のしてた味、でちゃんと想像よりはコーヒーの苦味がちゃんと出てた、私コーヒー好きだから好きで、この白桃もやっぱりハーゲンダッツだなっていうぐらいの、あの白桃だったの。そう。でも最後にこれを食べて、クリスピーを食べて、これかな、今日一出ました。今日一はクリスピーでした。あー、でもわかるけど、私はね、もともとストロベリーいちごが大好きだから、もちろんこれが好きなんですよ、基本はね、はい、そう。ただ本当にびっくりしたの、白桃の美味しさに。美味しい、わかるでしょ。本当に美味しかった。これ本当に美味しかったの。だからそういう意味での、あの、あ、また買っちゃうかも白桃っていうぐらいの美味しさでした。わかる、わかる。私も正直こっちかこっちだ、白桃。迷ったでしょ。わかるね。わかる。いや、これもすっごい美味しかったけどね。そう、このチョコもね。こう、でもこれはあの、だいたい想像してた味の、もっとちゃんと高級版みたいなね、濃い版って感じ。はい、ということで今日はハーゲンダッツでした。もうずっと今日のこの収録のためにアイスとかね、その甘いもの食べないで数日過ごしたの。過ごしたの。え、なんで？え、だってもうアイス食べるから。あ、もう甘い欲が満たされました。あ、それはそれは、はい。私はあの、昨日マックのアップルパイ食べて、美味しいなと思ったから、今度またアップルパイやろうか。あとなんかあるじゃん、なんかチョコなんたらパイ、チョコモパイ、今もある。チョコパイないんだっけ、あれ、あれも期間限定だっけ。カスタード冬かいとか、あ、冬なのか。夏もあるかもね。か、これあの、これからもね、いろいろやっていくので、なんか、はい、よかったらいろいろ教えてください、みんな。あ、そうね、これが美味しいよとか、はい。そしてもしよかったらこの番組のスポンサーぜひお待ち、こちらまでお待ちしております。結構ね、外の撮影もね、またやりたいんですけど、まあ、たまにはこう家からもね、また落ち着いてね、静かにできるんで。そうね。そう、はい、ということで、はい、じゃあ皆さん、本日も見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。おしまいの時代ボル Q でお会いしましょう。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバーイ。バイバーイ。